こんにちは、新田幸香です。今日は春夏の新作を取り入れた私服コーデを紹介していきたいと思います。いつもより系統が幅広なので裏テーマと合わせてぜひ参考にしてみてください。ちなみに私は自称骨格ウェーブとストレートのハーフです。トップバッターはこちらのベージュコーデ、テーマは彼をドキッとお出かけコーデ。ボトム可愛くない？深めにスリットが入っとって歩くたびに足がチラーって見えるのが絶妙よね。このメトロハットは夏っぽい素材感で同色の B マークがさりげなくて可愛い。そしてこのカットソートップスにはギャザーがたっぷり入っとって可愛らしさもあるんやけど、スクエアネックが広いからデコルテをしっかり見せてスッキリさせてくれるから洗練感とか大人っぽさも出せるんよね。その他のアイテムもベージュとかテラコッタでまとめました。割と私らしいコーデかも。続いてこちらのホワイトコーデ、テーマはお家やカフェでゆったり作業デー。全体的になんていう、都会的な洗練さとリラックスしたラフさがミックスした感じ、めっちゃ好き。シューズはインカラーやから履いとるときはあんまり分かりづらいんやけど、中がベージュになっとるのが隠れオシャレさんな感じでお気に入りです。このさ、立体感で撮るスリーブが袖付近であるの可愛くない？ほんでネックラインがゆとりあるし、これまた鎖骨を綺麗に見せてくれるから骨格すると大喜びです。ハプニング。はい、お散歩しちゃおっかデート。二子玉川の河川敷で夕日見ながらとか、公園でコーヒー片手にピクニックしたりとか妄想してます。スタイルアップ効果絶大のこのデニムサロペット、ウエスト位置高いしシルエット優秀やし美脚効果あるしオールシーズン使えるしっていう結構万能アイテムです。このノースリーブは二の腕が程よくカバーされるくらいちょっとカットがワイドめに入っとるのが嬉しいポイントです。オフィスカジュアルな感じ。お仕事の日は落ち着いとるけどシンプルコーデに寝起きすっぴんって感じで現場に向かうことが多いです。パンツがねしっとりする気持ちいい肌触りで、でもツヤとゆるさのある生地感がおしゃれなのにゆるいっていう感じやからすごいお気に入り。トップスはねクレープ生地ってちょっとクシュッとしたさ生地のシンプルなシャツやから、これ一枚でどんだけでも着回し効くし、サマーコレクションで大人気だったのでいち早くゲットしました。コンサバ系でお上品な感じなので彼のご家族とお出かけコーデ。早速さっきのクレープシャツを着回しとるの気づいた？このジャケットとして羽織っとるのはドレスっていうかワンピースとしても着られるし、ハイウエストで調整できるから低身長としても私の骨格的にもありがたいシルエットです。なんといってもこのレーススカートが可愛いんですよ。一つ一つさ手作業で縫い合わせとるみたいで、お花っぽさもあるけどニュアンスっぽさもあって新鮮な感じなんよ。来たよ来たよ、気になる人との初デートコーデ。初デートってやっぱ印象すごい残る可能性大きいと思うから、やっぱり鉄板のワンピース。心の距離も打ち解けやすいように明るい色着たいな。このワンピースのシルエットはもちろんクシュッとした流行りのデザインも可愛らしいし、一方で後ろがさ少し背中空いとるからちょっとセクシーな女性らしさも出せるよね。とはいえなんか狙いすぎは重たいと思う。そう、なんか重たい気がするから抜け感として髪の毛オールバックでまとめることによってちょっとこなれた大人な感じもアピールしちゃってます、私なりにね。友達と代官山のテラス席でおしゃれなランチデイ。
ワイドパンツがさグレーなんやけど、エメラルドグリーン感、なんか緑っぽさも入っとって爽やかに着こなせる感じがする。あの肌の色も選ばんし、ウエスト調整できるのが嬉しいよね。で、あのトップス可愛すぎん。ワンシュルでもう着られるっていうツーウェイタイプのトップスにさっきのワイドパンツを合わせました。フリルが大振りでこびない感じがいいよね。蔦屋書店や本屋さんで作業、いや読書デート、このままディナーに行ってもいいよね。なんといってもね、このスカートに一目惚れしたんよ。ヴィンテージ感、なんていうん、あの模様の説明難しいんやけど、コーディネートにこのアイテムが一つあるだけでめちゃくちゃ締まるし、おしゃれになること間違いなし。なおかつさ、この形がウエスト重視の私にとっては優秀アイテムで激推し。このトップスの柔らかく体にフィットする素材感、質感がお気に入りで、ゆるっとしたこの袖のパフスリーブがいいよね。いかにも打ち合わせ詰め込みで、髪の毛は楽ちんやからまとめてあるけど、まとめることによって少しカチッとさせました。ただ抜け感も欲しいから、ブラウスの後ろをねこうやってリボン結びしたりしてみて工夫してます。今回も2色でお洋服まとまっとるけど、普段からあの私の好みで色はあんまり使わんようにしとるかも。なんかめっちゃノリノリなんやけど、何言っとるか全然覚えてないわ。ハーリップトゥのマニキュア、この色がねピンクベージュっぽい感じで、すごい肌なじみよくって絶賛愛用中です。はい、いよいよ最後はお台場にドライブデート。モノトーンでちょっとかっこよくしてみた。背中のさ、ニュアンスっぽいデザインの飽き具合可愛くない？このシャツカーディガンはミニ丈やからスタイルアップするし、これからの季節にぴったりかなと思います。これに合わせるイヤリングもちょっとちっこくして、あくまでもきつい印象っていうよりは大人な印象に寄せました。私が常にいい子ちゃんかと思ったら大間違いよっていう、あの小悪魔な気持ち。ということで、お気に入りの新作アイテムでコーデをたくさん組んでみました。最後まで見てくれてありがとう。少しでも参考になったよって思ったら、いいねとチャンネル登録とぜひコメントもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。